スティーブ・フォンベルゲンは、スイスヌーシャテル出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。FC オトリブの下部組織を経て、1996年にヌーシャテル・ザ・マックスの下部組織に加入。2005年に、リュシアン・ファーブル率いる FC チューリッヒに加入し、2年連続でリーグ制覇に貢献。2006から2007シーズンから、恩師、ファーブルと共に、 ドイツのヘルタ・ベルリンへ加入。2010年8月4日、チームの二部降格に伴い、セリエ A に昇格した AC チェゼーナへ加入。DF の柱として、チームの残留に貢献するなど活躍した。チェゼーナのセリエ B 降格に伴い2012年7月1日に、一旦、ジェノア CFC に完全移籍するが、 8月22日にアレクサンドロス・ツレバスとのトレードで US チッタディ・パレルモに移籍した。パレルモではレギュラーとしてほとんど全ての試合に出場、セリエ A 発得点も記録したがクラブは苦戦。2試合を残し、フォンベルゲンにとっては2期連続となるセリエ B 降格が決定した。その後、2013年6月19日に、 母国の BSC ヤングボーイズへの完全移籍が発表された。スイス代表としては2006年9月6日のコスタリカ戦で代表デビューした。2010年の南アフリカワールドカップのスイス代表メンバーにも選出され、スペイン戦では負傷したフィリップ戦でロスト交代で前半36分からプレーした。2018から19シーズンをもって現役引退。 ありがとうございます。